ネイマールが絡んでいきます。うまくエルナンデスにつながるか。どうだ、来た、入ったゴール、これは決定的でしょう。攻め続けられた展開で耐えに耐えていた側がゴールを奪いました。これは大きな1点です。これはもう貴重な得点ですよ。さらに攻め込んでくるでしょうから、気を抜かず終了までしっかり守ればいいでしょう。あとはゴールだけという中で、やっとゴールができて安心してるんじゃないですか。